クリソン、またはクリソンは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。クリソンは、歴史的なブルターニュの一部で、クリソン城は、マルシュド・ブルターニュにおけるポワトゥー及びアンジューに対する防衛の要であった。町はまた、トスカーナ様式に触発された、建築様式から、イタリア風のクリソンとして知られている。 県におけるクリソンの位置クリソンはペー・デュー・ビニオブル、南テの南東境界線に位置し、セーブル・ナンテーズ・川谷の中にある。南んの南東 25km、モンテーギュの 15km 北。ショレの 35km 西にある。クリソンは、メーヌイコールイコールロワール県、バンデ県と境を接しており、南んから、ショレ・ラ・ロッシュ・シュルヨの3都市の中間に位置している。クリソンは、 都市的地域の中心を成している。町は、セーブルナンテーズ川とモワンヌ川の合流地点にあるため、繰り返し洪水に見舞われている。1983年の洪水では、町の大半が水面下に水没した。ロアールアトランティック県は海洋性気候である。ロアール川の河口が近いこと、目立った地形の工程がないことが大きな影響を与えている。 冬は穏やかで雨が多く、夏は比較的過ごしやすい。雨は頻繁に降るが強くは降らない。年間降水量は約820ミ、mm、リメートルである。降雪は例外的である。最古の証明されている綴りは1075年にクラリン、1152年のクリシオである。クリソンの名には以下の由来がある。クリソンは ガロコとポアトバンゴの境界線上にあり、ガロコのなくライクザーンを持つ。15世紀のクリソンの城塞地図オリビエ5世、ドクリソン古代、クリソンは、ガリア系のピクトン人の地域と、ガリアアクイタニアの大西洋側地域であるアクイタニア、セクンダの境界にあった。クリソンの谷は、エルボージュ白領の一部であった。ブルトン人の領土に決定的に含まれたのは、 西フランク王シャルル2世とブルターニュをエリスポエがアンジェ条約を結んでからである。エリスポエはモージュ、エルボージュを併合し、同時代に隣接するペードレも併合した。クリソンはマルシュド・ブルターニュに併合された。12世紀の間のクリソン谷の構造はクリソン城の周りにあった。セーブル川を見下ろす岩の路頭の上にギオームド・クリソンが建設を始め、 その子孫である巧妙なフランス元帥オリビエ5世イ、ドクリソンまで代が続いた。ブルターニュ継承戦争の総和は、ブルターニュ行位継承の支援をした、オリビエ4世、ドクリソンとその弟アモーリーにスポットを当てている。オリビエ4世は、イングランド王エドワード3世と陰謀を企んだと、求断され、パリで残首された。百年戦争の間、彼の息子オリビエ5世が、 この対立のキーパーソンとなった。彼は戦闘での逆転や武勇によって知られている。彼の娘マルグリット・ド・クリソンは、マルゴと呼ばれた、非常に魅力的な女性であった。1420年5月、野心を持つ、パンティ・エーブル伯爵夫人は、ブルター・ニューコージャンゴ・オセイとその弟エタンプ・ハク・リシャールを騙し、シャント・ソー・ジョーの旅衆とした。放棄が起きたため、 彼女は宿務を釈放せざるを得なくなり、財産を没収され、クリソンは、エタンプ博、リシャールの新郎最地となり、ブルターニュクゲの管理下に入った。クリソン谷は十五の教区で構成されていた。その中には小さなジェティニエ領、モニエール領、そして多くの宗教共同体の定住地があった。1433年、ブルターニュ公フランソワ二世は、クリソン城で誕生している。 この時代に、辺境地帯であった谷は、商品税が免除されていた。谷は主要な商業圏であった。セーブル川とモワンル川の水力が利点であった。14の性格業者、小さな澱粉工場、製止を行う6つの風車があった。ブルターニコ・フランソワニセイの死後、彼の諸子、フランソワ・ドア・ボングールが、クリソン領主となった。年に、大な冬は、 クリソンにとって恐ろしいもので、ブドウや小麦を凍らせてしまった。1710年、セーブル川の洪水で水が溢れた。1770年には別の洪水が起きている。水位は川の低水位から7.62メートルにまで上昇した。1780年前後には天然島や赤痢の流行があった。1790年から1795年まで、 クリソンは地区の行政中心地だった。フランス革命、そしてバンデ戦争の時代、クリソンの他には荒廃していた。1793年2月23日、国民公会は30万人母兵を兵令を出し国民改兵を決定した。クリソンは地域の他の教区と同じように兵士の募集に応じなかった。1793年3月10日、 王道がクリソン地区で始まった。バンデ軍は3月15日にクリソンを占領した。3月18日、町から共和国側が排除されたことで、最初の虐殺が始まり、住宅が燃やされた。9月16日、ジャンバティスト・クレベール率いるマイエンヌ軍がクリソンに入った。町から避難した後で、彼らは城やかなりの数の住宅に火をつけた。 1794年1月24日、共和国側の地獄部隊が町を占領し、虐殺が依然として発生していた。町は完全に破壊された。クリソンは約2年間錆びれたままだった。住民たちは避難したか殺されてしまったのである。反共和国側のハントによってイタリアから追放された、なんと生まれの二人、ピエールとフランソワの加工兄弟は、 フランスに帰国し、1798年に谷の魅力に取り憑かれてクリソンに住居を構えた。イタリア文化と建築様式に強く影響を受け、トスカーナ地方の都市をモデルに廃墟となっていた街の再建に着手し、現在の外観を与えたのである。フランソワ加工の友人、フランソワ・フレデリック・クルモもクリソンに引き付けられた。彼は1805年に最初に、 城内のうさぎ飼育場を入手し、1807年には城も獲得した。19世紀から現在まで、クリソンダニには多くの製格業、製粉業、レンガ製造業、製紙業の工場があった。高架橋がモワンヌ川をまたぐように、1840年から1841年にかけて、なんとポアティエ間の軸として建設された。 クリソンでは1906年、1960年、1983年と、洪水が起きている。参照元、1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE クリソンは、なんと及びサンナゼール商工会議所に属している。ワイン生産にはミュースカデが含まれ、ミュースカデセーブルウェメーヌは、奥となっている。クリソン駅、クリソンには、 南北をつなぐ県道763号線が通っている。クリソンのバイパス道は、セーブル川を渡る県道917号線、モワンヌ川を渡る県道149号線の交差点である。ロワールアトランティック内陸バス線、270番線はクリソンを回る。クリソン駅はテルペイドラロワールの最古の地方駅の11つである。クリソンは、 なんと、サント線であり、電化されてからラロッシュするように延長された。2011年6月15日より、数年前から計画されていたなんと、クリソン間のトラムトレイン路線が開通し、いくつか追加の設備が必要になった。クリソン駅は、処理方面へ向かう路線の始発駅でもある。2011年から2014年まで、クリソン駅の再開発事業が行われていた。 ありがとうございます。